どうも、危険です。今日は、危険のお仕事の、レポート、レポートっていうのかな。これね、今あの私のところで、作ってる53年型の絞れ、53年型の絞れ、断面はね、54年に、改造しました。改造というかスワップですね。まあ、顔面整形から始めて、54のグリルがつくように、バンパーとかですか、こうしました。塗装もね、これ一見黒に見えるんですけど、光が当たるところにブルーに、ところが出るように塗りました。メイクも順番になります。まだね、磨きはね、完璧に終わってないんですよ。この辺の周りの屋根もね、ギラッギラに、塗装しました。暗いところではね、なるべく全体がブラックっぽく見えるようにしました。まあ、光が当たるとこう模様が本当は生き出てくるっていうような感じにしました。ただね、まあやること多くて困っちゃってるんですけど、今もねこのフロントのモールくっついてるんですけど、もうこれ外して今乗っけたらだけですけど、外したんですけどね、接着されてました。一周ぐるぐる。ほんでこの間の入ってきた太田さん、ファミリーの太田さんの仕事の53年型、この車もね、僕がいろいろ改造して、で太田さんの手に渡って、太田さんが自分で塗装したり屋根作り直したりしたんですけど、やっぱこの車作ってる時、僕自分でここやっぱ一回外してるんで分かるんですけど、ウィンドウにウェザースリップっていうゴムがはまってて、そこにね挟み込ませるようになってるんですよ、この年式。53年、54年かな。でこれ見ると分かるんですけど、ほらウェザースリップに挟み込むとこあるでしょ。そこにこうね、こうなるんですよ。でもこちらの号さんは、これチョップとかしたのは僕じゃないんで、違うショップでやってるんですけど、やっぱ見るとね、もうこのスリップのこの形が違うんですよ。これでやっぱこの車の屋根を作った人があれでしょうね、まあ、どうしようもなくて挟み込むのが切れなくて接着しちゃったっていう感じでしたね。で今回この外したこの黒いやつをこちらの綺麗なやつに交換してくれっていう作業内容なんですけど、やっぱこれはね、もう見るとね、爪があるんで、もうそれはこの爪カットして、元々のやつが付いてたのと同じような取り付け方、もう要するに接着ですね、をするのが一番安上がりの作業じゃないかなってオーナーさんとも相談しまして、その方向で作業を進めていきたいと思います。はい、それではね、新しく取り付けるニューモール加工していきたいと思います。もうこれね、ここ一回僕寸法合わせて、ここの部分の長さだけはもう合わせてありますので、ここですね、この辺カットしました。このぐらいで、そこにこいつがはまるんですけど、さっきも言ったようにはまんないので、この後ろの爪、こっちですね、こっちもありますけど、こうぐるぐるカットしていきます。この一番長い部分ですね、これも全部、おそらくここのえぐってあるここの寸法で全部切っていかなきゃならないと思うので、まあしょうがないですね。よいしょ。
それでは、私の愛用の工具、名刀春雨さんです。春雨ですよ。美味しそうな名前ですね。さて、やってっかな。外した方と同じぐらいの長さでこの爪をカットしてみました。さあ、それでは合わせてみましょう。そうですね、これで元のやつがくっついてた位置と同じところに接着できると思います。じゃあね、次はここの部分のモールを加工していきます。やっぱね、こちらも外した方のモールのこの爪の長さ、ここに合わせていきますんで、新しく加工する方のやつと、比べてやっていってみましょう。ここですね、ここの部分をカット。これ反対側の方なんですけど、グニョンって曲がっちゃってんだな。こんなもんだな。これを直すか。これも直すか。じゃねえとつかねえもんな。中隙間開いちゃうぜ。そうか、ここにはまるんだな。よし、超開いちゃうよ。俺のせいじゃねえからな。これ曲がってんじゃん。こう曲がってるよ、ここで。マジか。ここで曲がってる、ここでこうくの字に、ここで隙間開くんだ。マジかよ。よいしょ。
ちょっと直してみました。クッと。だいぶ良くなったかな。まだ開いてるね。まだ開いてる。曲がっちゃってんだな。くそ。はい、ここまで来ましたね。いやまだまだですけどね。カメラのバッテリー切れて充電してる間にここまで進みました。まだ軽く合わせてるだけですけどね。とりあえずはまるようになんねえと話にならないから、ただね、さっきブログにも書いたんだけど、こっち側がなんかひどいんだな。こうなんつって言ったらいいのかな、こうひん曲がっちゃってるんですよね。なんでだろう。ここのコーナーの部分もこの上のとこもね、ひん曲がってんだよな。困ったなって感じ。少しずつ力をかけて、少しずつこうひん曲がったところを直してみて、合わせての繰り返しになってますね。なかなかね、これ見栄えのいいところで付け直してくれっていう注文だったんだけど、見栄えのいいところに合わせるとね、長さ足んなくなんだよな、これだと。まあ、なんとかするしかないな。まあ、カスタムなんてそんなものさ。ねえ、もう外真っ暗。たったこんだけの作業でもな、半日ぐらいかかっちゃうから、なかなか厳しいね。まあ、問題はこの下の方のここのモールも加工しないとならないっていうことかな。今日も一生懸命頑張りました。ちまちょんは寝てるかな。ちまちょんははにゃ、あ、起きてるごめんな、起こしちゃった。もうすぐしまうぞ。